見つける産卵床、産卵する床、産卵床なるものが設置されました。山から切り出した広報樹の枝を束ねたもの、これを浸水およそ20メートルの砂地に固定する木の枝、これを束ねて深さ20メートルのところ砂地に固定するんです。そこでアオリイカが卵を産む。でその様子が間近で見られるようなんですけど、どんな様子なのか伺いましょう。長岡さんと三浦さんとお願いします。ありがとうございました。今交通情報は8時13分頃お伝えします。
おはようございます。